田中玲子の美点の秘密。忘れちゃうぞ。はい、今日はたるみです。たるみでも特にいろんなたるみがあるので部分的にいきます。で、今日は特に言うと、皆さんとっても悩んでる、一番多いんじゃないかと思うんですけど、フェイスライン、それもですね、フェイスラインの頬の真ん中、この下です。ここです。ね、フェイスラインの頬下って名前つけました。ですから、ここのたるみ、どうしても年齢とともにここって落ちてくるんですよ。ですから、ここを取る方法をお教えします。ご自宅ではできたら毎日、ちょっと化粧水をつける、クリームをつけるとか、そういう時でいいですから、やってくださいね。いいですか？ポイントは、フェイスラインの、ね、頬下、ここです。はい、は、やはり同じように、いつも必ず首、首見て必ずやりましょう。これは、どんなたるみにも必ず、ね、くすみ、たるみ、むくみ、全部に効く、ね、これを必ず、ね、ここよく、はい、これは何個も言いますけど、この首をよくね、真横、それから胸鎖に基づき、鎖骨までのここをよくほぐす、これは必ずやってくださいね。これは、はい、これをきちんとやりました。両サイドやった。そしたらですね、ここを取るポイントはここ、わかるかな、エラでここ口を開けるとガクガクするところです。これは本当にここをよくほぐしてください。ですからこんな感じでね、人差し指でも中指でも2本でもいい、1本でもいい、よくそこ場所、きっと ね素人の人たち分かりづらいかもしれないんですけど、ここをよくほぐして、こんな感じでほぐします。置いたままでよ、ね、こすらない、置いたまま、はい、小さな円、にゅぐにゅぐにゅぐ、くる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 、よーくほぐしましょう、よーくほぐしましょう、ね、ここでこすらない、はい、こんな感じです。これもうできたらこれだけでもいい、ね、首やってここだけ、ね、だけやる。もうどうしても脂肪が多い人はそこだけを何か人も揉んでくれてもいいんだけど、とっても難しい。だから変にこすらないで、ね、もしあれだったらつまんで、つまんで、つまんでくれる。で、ここ。いいですか？ここでよ、エラの内側。よーく、ここをほぐす。首とここをぜひやってくださいね。ここの肉を取るのはここですよということです。これが自宅でやる方法です。で、サロンでは首ともちろんフェイスライン、それからこういうふうに丁寧にやって、その後にモデリングマスクで固定します。ですから、ね、2週間に1回ぐらいはサロンでケアを受けて、モデリングで上に固定してもらいましょう。そんな感じで自宅とサロンをうまく使い分けていただくといいと思います。ではサロンケアもお教えしますから見てくださいね。ではサロンケアいきますね。はい、今洗顔して、いわゆるクレンジングした後に洗顔して肌がきれいになった状態、この時にまずフェイスラインのたるみ、やはりたるみと出たら必ずプラセンタだけは、はい、塗りましょうね。もうプラセンタだけでも塗ってくれると、はい、ね、今日はフェイスラインのたるみなので、一番気になる目の周り、ね、目の周りも足してあげて、額にも足しておいてあげて、はい、プラセンタはいつものように目の周り、目の周り、額、ね、ただ今日はフェイスラインなんで、ほうれい線、そっとフェイスラインも塗っておきましょうね。はい、いい？ここですよ、ね。プラセンタをまずトップします。はい、首まで塗っておきます。ね、ここまではいつものプラセンタ。それから、はい、ヌーディベールですね。ヌーディベールをちょっとポッとし、はい、組ませて、このヌーディベールを、ね、そしてまた、全部に、はい、きちんと、ね、押さえるように。はい、保湿、それからシワ、ね、細かいシワ、そういうのに、はい、水分たっぷり与えて、肌の、ね、奥からふくらさせましょう。そして、今度は最後に、はい、いつもの ECU フォースをまた同じように手に取ります。そして、ECU フォースで、はい、マッサージ、ね、こういう時、少しザラザラしてるところがいい、こんな感じでやりましょうね。はい、
TMC 放送トップします。さあ、ここまではいつものフェイシャルと同じコースなんですけれども、小顔意見と同じで、ただフェイスライン、このたるみを取るのにはもう絶対リッチ、最後にリッチを、はい、たるみ取るところにリッチです。まあ、ほうれい線にも置いておきましょう。はい、こんな形で、さあ、エチクリームをトップしてね、はい、押さえ込むようにしておきましょう。はい、ここまでしたらフェイスラインなんですけれども、やはり首から、これだけはしましょう。必ずたるみ、むくみ、ね、もう小顔を狙うんでしたら、はい、首です。必ず首いきます。首は1番、はい、これ必ず、はい、2番、これはサロンケアのフェイシャルの場合にはもう絶対に、ね、むくみ、くすみ、たるみ、もう必ず首は必須です。必須ね、洗いやりましょうね。首をこうやって、首がほぐれるまできちんとやります。同じように、はい、はい、こんな形で耳下から鎖骨までをきちんと、きちんとほぐれるまでやります。そしてじゃあフェイスライン、今日はいきますよ。同じようにフェイスラインを挟んであげる。ただこれの時に顎の下までしっかりほぐすという気持ちでやりますね、これね。はい、ね、このここの二重顎を取ります。はい、顎の下を取ります。これは小顔ポーズと同じです。首からここまでは同じです。かなり、ね、脂肪で固まったら、その脂肪をほぐす気持ち、揉み出してほぐして脂肪を、ね、取ってあげる、そういう気持ちでこうやってくださいね。はい、ここまでやったら、さあここからです。先ほどセルフでも教えたように、ね、フェイスラインのむくみ、たるみ、ここです。ですから中指、これここを、はい、こういう時しっかりいきます。押すだけでもいいけども、小さな円でしっかりここのこれを取ってあげる。そうするとエラが張っているような人たち、それからどうしてもここがタプッとしてくる人たち、ね、ここを取ってあげることが大事です。中指のところですよ、ね、薬指は添えてるけど、でここ上から見てるとこのラインがここについてるのが上がってきますってぐらい分かる。これ取れてくる、ね、一番肝心ここですよって言ったところ、まず一番ね。それから頬の肉を取るときは頬にしてあげて、これフェイスラインの本当に真上になるんですけれども、これの時に頬骨の下、下辺を中指、真ん中、そのまましっかり、でこれは頬を支えている非常に大切なポイント、はい、でここもしっかり言って、ね、これは、うん、プロならではの取り方、ね、フェイスラインを、フェイスラインを上げるためにも頬骨の下、ここもしっかりいきます、ね。これの時にまた一つ、頬骨、ね、下の2番、それから3番、ここもしっかりいきます、ね。さっきの顎尾点4、ね、これ顎尾点4と、はい、はい、頬骨、ね、下3、しっかり。これが、本当にサロンケアで大切ですか。最後に、耳下尾点、うん、ね、顎尾点4。はい、こんな形でここをよーくほぐします。で、ね、ちょっとここにふっくらしてる人はここだけを、こっちのもみ出しだけじゃなくてほしいなって、さあいきますよ、ね、このもみ出し縦方向、これも難しい技なんで、これ自分ではここできないから、ね、これこそサロンでケアを受けてくださいね。ほぐした後にこうもう一回こう、ね、中のコリを取って、ここもね、あの下、それから顎尾点4のコリを取ってから、これをほぐすとすごく脂肪が取れやすい、それからここに溜まっているものが流れやすいので、しっかりいきます。はい、最後にもう一回、うん、しっかり顎をほぐすようにやっていきますね。
そしてフェイシャルのコースになるとここからまた普通のケアを全部しますね。だから今日はそれを1回省略してパックにしてしまいますからね。でこれでパックです。はい、じゃあモデリングマスク塗ります。はい、この塗り方もですね、フェイスラインの場合には特にここをたくさん厚めね、で首の方まで塗っていただく、それが肝心なので、さあ塗りますよ。はい、で今回フェイスラインを、はい、でいつものように全部に塗って、はい、お鼻にも塗って、はい、唇の下、それから、さあここですよ、ここたっぷり、はい、で首の方まで、はい、首の方までを塗ります。はい、これが完了ね、完了形です。はい、20分になりました。パック取りますね。この、はい、モデリングのこういう白くなったところだけを、はい、どうぞ。ね、この乾いてるので、ここだけをきれいにですね、はい、お湯で浸して、それから口の周り、このところだけを少し、はい、水を含ませて、取りやすくしますね。はい、そうしたら、はい、取ってみます。さあ、どのくらい変わってますかね。いきますよ。はい。こんな形で、はい、取ります。さあ、じゃーん。ら、取れまーす。じゃーん。あ、ちょっと綺麗。さあ、取れました。このフェイスライン、わかりますか？結構すっきりしてますね。それに白くなってるね。すごい、こんな感じです。ね、時間あんまりかけなかったんだけど、ここまで、はい、綺麗になりました。さあ、どうでしたか？結構、パック取ったらびっくりするぐらいちょっと変わってましたでしょ。だから、そうによって、自宅とサロンをうまく使い分けて、自宅では必ずここだけ。で、サロンに、はっきり言ったら週1回行ければ最高ですけど、ダメだったら2週間に1回。ね、月に1回でもいいからケアを受けに行ってくださいね。では皆さん、本当にフェイスラインスッキリしてくださいね。またねー。チャンネル登録してね。